六号飛行場は太平洋戦争末期に陸軍が秋田県六号町に整備していた一区飛行場である。地域では秋田地飛行場とも呼ばれている。昭和20年4月から陸軍では本土決戦のため特攻部隊の発進基地として一区飛行場を全国に整備しており、その一つとして六号飛行場が整備された。昭和20年5月14日、 第七十四飛行場大隊長、カニ連平少佐が、六号町役場を訪れ、秋立のゲニアに、児童の手で、一区飛行場を整備してもらえないかと打診し、近隣の国民学校十校の児童、約二千名を動員して手作業で飛行場の整備が、始まった。名店チアは、かつて飛行家、佐藤明が、郷土訪問飛行を行って、以来、しばしば飛行場として利用され、 陸軍も、幾度か、飛行演習を実施してきた場所であった。5月28日には、航空総軍が、六号での一特飛行場の整備を命令している。その後は、旧西横手中学校、旧西横手高等女学校、旧西大曲高等女学校、近隣町村の成人まで動員が拡大された。昭和20年7月15日。 米軍の艦載機に飛行場を発見され機重装車を受けた。この艦載機は岩手県沖に停泊中の米空母パターンから本州北部にある飛行場の攻撃を任務として発信したもので戦闘機7機と写真偵察機1機の編成、指揮官はアルバート・イーチクランシー・ジュニア、少佐であった。空襲後も飛行場作業は続けられたが結局未完成に終わり終戦後、 飛行場は日本軍の弾薬処分のため使用された。ありがとうございます。